岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？ただいま。おかえり。はなちゃんメイク中？そう。でもマスクしてるとメイク崩れちゃうよね。わかる。最近暑いし余計気になっちゃう。だからじゃん、買ってきました。化粧水じゃん。でどこで買ったの？カラースタジオってお店だよ。綺麗になりたいという女性の気持ちに応えることをコンセプトにしているカラースタジオイオンモール岡山店。資生堂、カネフォー、コーセー、アルビオンなどのブランドを取り扱っています。またおよそ150種類という種類の多さで人気なのが香水。新しい香りとの出会いが期待できますよ。いろいろあるけどどんなもの買ったの？これはヘアオイルだよ。ツヤが出るし傷んだ髪にいいらしいよ。そうなんだ。髪を整えるのは重要だよね。他には？あとメイクを崩さないためにデイミストも買ったんだ。いいじゃん。マスクしてても安心だね。最後はじゃーん、やっぱり肌は一番大事だと思って化粧水を買ったの。確かに綺麗な肌でいたいもんね。これ使ってみたらすっごい良かったの。フラワちゃんも使ってみない？いいの？使ってみたい。国産のハトムギを使用した化粧水、そのポイントは？夏の肌トラブルに効果的なハトムギのエキスが濃縮して配合されています。ひんやり心地よく使えて肌荒れ知らずの潤ったお肌を実感いただけます。あ、香りも良くて肌が潤ってる感じがする。しかも肌がひんやりしてて気持ちいい。やっぱりはなちゃんが選ぶものはいいものばっかりだね。ありがとう。他のも試してみる？本当？やった。私これ使ってみたい。いいよ。心理学に詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、ハトムギエキスは高い保湿効果があると言われており、またフローラルブーケの香りは華やかでエレガントな気分をもたらすと言われています。肌にいい成分といい香りは期待感と癒されて華やかな感覚という2つの要素があるため、女性を心からきれいにしてくれるのではないでしょうか。春待ちダイアリー、次回もお楽しみに。OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。